プラスチックごみの削減に向けて、今日からコンビニやスーパーなど全国の小売店でレジ袋が原則有料化されます。こちらのレシートにはレジ袋が3円と印字されています。ありがとうございます。コンビニ大手のローソンとファミリーマートはレジ袋を1枚あたり3円で、セブンイレブンは3円から5円で販売します。ちょっと2分過ぎちゃったんで安く買えなかった。ちょっと残念ではある。いいと思いますよ、海を汚したりなんかしてるわけだから。紙袋や布袋、そして植物由来のバイオマス素材を 25% 以上含むレジ袋などは有料化の対象外となっています。政府は2030年までにペットボトルやレジ袋など使い捨てプラスチックの排出量を 25% 削減する方針です。